こんにちは堀秀夫です、えー、今日はね、えー、アメリカアマゾンにトラブルが多発してきたわけということでね、まあ、オーストラリアアマゾンから始めて、オーストラリアアマゾンしかやってない人は、まあ、あんまり、えー、害は受けてないことなんですけど、もともとアメリカアマゾンやってきた会員さん、まあ、最近やっぱりね、トラブルが多くなってきてると。まあ、アメリカアマゾンが稼ぎにくくなってきたので、 まあ、オーストラリアアマゾンにも注力することをお勧めします。それでなんでアメリカアマゾンに、まあ、トラブルが多発しているのか、ねえー、FBA 在庫の受け取りミス、それから FBA 在庫の受け取り遅延といったことはね、えー、別な、まあ、記事というか、この下にね前回書いた、えー、FBA 受け取り遅れが多発するわけというところでね、ねもう、えー、FBA 倉庫で働く人たちのね 書う方がまあかなり難しいし待遇も悪いんでね、まあ日本人が当然と思う仕事の品質を求めるのは無理があるという話をしました。でそれ以外にもやっと売れたと思ったらね、まあ返品率も増えてると、それから悪い評価をもらったりすることも増えてる。で残念ながらこれらの現象が改善する可能性は低いです。 根本的な原因はアメリカにおけるアマゾンの視野拡大ということでね、まあ、この有名なマーケットがどういうふうに成長してねどういう人たちが参入してくるかというこの曲線があるんですけど、まあ、イノベーターアーリーアダプターアーリーマジョリティレートマジョリティラガードという序に、ね、参入してきますで、まあ、初めに参入してくる新しいもの好きの人たちね 新しいところできてきたなというところでね、珍しいものがあったら何でも買う、あるいは普通のもんでもちょっと使ってみたくて、まずは買うというような人たちはね、まあ、これお客さんとしても非常に理想的で、まあ、値段が高いの、安いの、ね、あんまり言わない人が多いと。何しろ楽天的だし、新しいもの好きの人たちはね、お金使うのが好きだったり、あるいは稼ぎも良かったりするんで、まあ、理想的なお客さんたち。まあ、ただ、パイは小さい。 で次に、まあ、アーリーマジョリティ、ねえー、ちょっと遅れて入ってくる人たち。まあ、えー、普通の人たちで、普通の人たちでもね、えー、いいお客さんになる人たち、ねまあ。この辺までが非常に美味しい市場になります。これは、ヤフォークでもそうでしたし、イーベイでもそうでしたし、えー、アメリカや日本のアマゾンもそうでした。まあ、ところが、ね、保守的な人が入ってきて、 最終的にはね、もう、えー、パソコン使う人は、ほぼ全員使うと、z o n を使うという段階になってきちゃうと、これシェアが拡大したから結構なことじゃないかと、一見思うんですけど、まあね、今まで、えー、ヤフオーク、楽天、eBay、Amazon、日本アマゾン、アメリカ Amazon いろいろやってきた、えー、結果言えることは、ラガード。 遅れて入ってきた人たちが入ってきちゃうと、まあ、はっきり言って、えー、この市場としては、まあ、プラットフォームとしては、あまりよろしくない状態になります。でね、マーケティングの勉強ってわけじゃないんで、まあ、細かいこの人たちの解説は、もう、えー、端折りまして、まあ、思いっきり分かりやすく、 ねえーまあ、多少偏見があるけど当たらずとも遠からずというか、まあ、実感としては、ね、こういう感覚で捉えてもらった方が市場の特性を分かりやすいというのであえて、ねえー、不適切な表現も使うとまずイノベーター、ね、新しいもの好き浪費家です楽天家です、ね、極端な話間違えた商品が届いても面白があるような人たち、ね、今のアメリカアマゾンは 正しい商品が届いたのに、届くの遅かったとかね、状態がちょっと悪いとか、あるいは他で安く売ってたという理由で返品してきたりします。ところが、ね、アメリカアマゾン始めたての5、6年前は、間違えた商品を送ってるのにね、間違えてるよ、お前って言って連絡してきて、あごめんなさい、正しい商品を送ってねで、間違えた商品は送り返してくださいって言ったらね、まあ、せっかくだから間違えた本も買うよと。 今から考えると夢のようなことがありました。まあ、それも1回や2回じゃないです。まあ、それが割と頻発してて、おお、アメリカ最高と思ったわけなんですけど、アメリカがもうアマゾンも始まった頃はそういう市場でした。でアーリーア,アダプターも、まあね、何でしょ、このイノベーターも極端に少ないんでね、えー、アーリーアダプターっていうのがいわゆる普通の新しいもの好きって感じなんですけど、やはり同じように、まあ、浪費化で楽天か。何しろね、 どんなもんかわかんないのに面白そうだから買おうというわけですからね。多少のトラブルはね、ものともしないというか楽しむ余裕すらあるという人たちです。で次に、アーリーマジョリティ。まあ、普通の人たちで、まあ、普通のいいお客さんですよね。この人たちまで参入した状態。まあ、この辺までですね。要は市場の半分。Amazon そのものとかプラットフォームの形態としては、 まあこの段階から先、ここまでが勝負なんですけど、まあ、ただね、えー、そこで販売しようという私たちにとっては、もうここまでが美味しい市場です。で、レートマジョリティ。まあ普通の人たちの中でも割と慎重って言われている人たち。まあこれ財布の日も硬いです。で、暇人。ね、何しろ当たりしいものとかに興味は持ちませんから、時間割りあってね。で、暇人が参入してくると、まあ今まではね、 これ新品じゃまずいかななんておっかなびっくり送ってたもんが全く問題なかったのが、いや、これなら間違いないでしょうと。送ってたもんまでね、これは新品じゃないと。ね、開けた跡がある、ね。だって検品すんのに開けるし、税関で開けたんかもしれないしね、えー、そんな別に誰も使ってないのも新品でいいじゃんと。ねえー、日本の感覚だといけないですけど、アメリカの感覚だと、 まあ普通に考えたら新品でしょ、これっていうのも、えー、新品じゃないとかね、お前は嘘つきだとかって言い出し始める人たち入ってきました。ね、これが3、4年前からね、結構これがデイトン・マズイッチに入ってきて増えてきました。で今やもうほぼ、ね、パソコン使える人ほぼ全員 Amazon のユーザーという状態になってます。アメリカと日本は。まあ、ラガード、ね、もう最後の最後まで入ってこない人たち。これ頑固もんですね。 まあそもそも最後の最後まで入ってくるのをなぜためらうかというとまあ疑り深いとかねえ嫌な思いをしたくないとか自分の満足するものを求めたいとかいうことなんでねまあはっきり言ってクレーマーですねえー普通の商品なのにケッチつける人たちあなたが思う完璧なもんって世の中ないんじゃないかと思うようなもんまで完璧を求める人たち。 まあ何しろ、新しいものとかね、関心示さず、毎日同じルーティンですから、時間は有り余ってます。だからね、えー、もう、普通の商品なのにケチつけたりね、まあなんか、あの、悪い評価をつけてきて、で、アマゾンのせいだって消したらね、なんで消したんだ、お前は何やってんだ、嘘つきだとかっていう、もう本当にややこしい人たちです。もう、もう、これが完全に、えー、アメリカと日本は入ってきちゃってます。で、めんどくさい市場になった。 アメリカ市場、まあ、日本はもうともとが割と面倒な人多いし状態に厳しいんで、まあ、論外に厳しいんですけど美味しかったアメリカももう今やこのラガード入ってきちゃってますんでねもう面倒くさい市場になっちゃった、ね、でまあはっきり言って倉庫、えー、の人員も足りてないんで受け取りミスだはず返品も多いと、ね、これ自分のせいかとかってねまあ、えー、そういうもう受け取りミスがあるのはしょうがないとわけのわかんない返品あるのはしょうがないと 分かった上で、まあ、それを軽く流せて、なおかつ儲かってるという方はね、そのままアメリカに邁進していただければと思うんですけど、まあ、そうじゃなくてね、書き入れ時などに受け取りが遅れてるのはね、我慢ならないとか、なんでこんなんで返品するんだとか、悪い評価つけるんだという会員さんについては、まあ、残念ながら状況が良くなる可能性は非常に低いんで、まあ、オーストラリア・アマゾンに注力することをお勧めします。まあ、何しろオーストラリア・アマゾンね、 えー、まだ始まったばかり、ね、始まったばかりだっ,って1年経ってるんですけど、オーストラリアの進む、オーストラリアの仕事の制度の問題というか、荒いんで、まだ正直ね、この辺です。 日本だったら1年でもうこの辺に来てたんですけど、オーストラリアはね、この辺です、正直。で、まだまだね、えー、この市場のパイ自体は小さいけど、いい商品見つけたら、客層ワインですごく美味しいです。で、今後ね、伸びていくのはもう明白なんで、えー、先日、ね、別な動画でご紹介しましたけど、3年後にはアマゾンの、オーストラリアアアマゾンは、世界あ、世界じゃなくて、オーストラリア第6位の小売業になると。 でその時の売り上げ規模が大体7兆8000億円、ね。もう日本市場の7倍の規模になるわけです。まあ、それが見えてるんでね、えもう,もうあの力いっぱい邁進しろとは言わないですけど、様子を見てるとか、まだやってないとかっていうのはあまりにももったいないですし、いや、逆にね、アメリカアマゾンでもやることあって忙しくてね、バンバン稼げてるという場合はいいですけど、ちょっとアメリカアマゾンね、ちょっと最近おかしくないかという方はね、もう原因はっきりしてて、 アマゾン側の要因で言ったらもう人手不足、ね、まともな仕事をやる人しか取らなかったらアマゾンはもう回らないぐらい大きくなっちゃいましたで、えー。顧客について言えばもうラガードまで入ってきちゃったらもう面倒くさい、ね、プラットフォームになるのは間違いないんでもうこれもしょうがないとラガードだけ削るとかってことは不可能なんでねもう面倒くさい客が入ってるのは間違いないと。でね この辺の時までは売れた高額商品っていうのがね、今やその倉庫の質の悪くなったのが原因で、まあ、売るのがちょっと怖いと。あるいはね、アメリカ景気悪いですから、取り込み詐欺なんかをする人もいるんでね、高いものは売れにくい。で安いものを売っちゃうと、このラガードのね、財布の紐が、かい人たちも買える商品扱うしかないというところでね、もうあの構造的にこれね、どうすれば 良くなりますかってねどうやったってもう良くならない。今より悪くなることはあっても、今以上に、えー、良くなることはないんでね、えー、返品率が高い、わけのわかんない評価が多い、ねえー、そういうのが我慢できない人は、えー、軸足をオーストラリア・アマゾンに移していくことをお勧めします。まあ、そんな形でね、えー、ちょっと今度こことこもう。 気持ちはわかるんだけどね、えー、どうしようもないんだよなっていうアメリカアマゾンに対する、えー、トラブルの相談がね、えー、何件か続いたんで、まあ、えー、その人員不足というのと、えー、このね、えー、客層もめんどくさくなってきたというね、合わせ技で、まあ、しょうがないですと。諦めるしかないです。今のままで耐えるか、軸、えー、足をオーストラリアに移しましょうというお話でした。以上、堀秀夫でした。